スティーブ・コールマンはアメリカのサックス奏者、作曲家、バンドリーダーである。2014年、マッカーサー・フェローに指名された。スティーブ・コールマンはシカゴのサウスサイドで育った。14歳でアルト・サックスを演奏し始めた。コールマンはイリノイ・ウェズリアン大学に2年間通い、その後、ルーズベルト大学に編入した。コールマンは1978年に、 ニューヨークに移り、サド・ジョーンズ、メル・ルイス・オーケストラ、スライド・ハンプトンのビッグバンド、サムリバースのスタジオ・リブベア・オーケストラ、セシル・テイラーのビッグバンドなど、様々なビッグバンドで働いた。その後まもなく、コールマンは、デビッド・マレー、ダグ・ハモンド、デーブ・ホランド、マイケル・ブレッカー、アビー・リンカーンとサイドマンとして働き始めた。ニューヨークでの最初の4年間、コールマンは、街頭や、 小さなクラブでトランペット奏者のグラハム・ヘインズと組んだバインドでかなりの時間を過ごした。このグループがアンサンブルのスティーブ・コールマンファイブ・エレメンツに発展し、コールマンの活動の主要なアンサンブルとして機能するようになった。このグループで巣のように形成されたループ構造の中で即興するというコンセプトを開発した。コールマンはカサンドラ・ウィルソンや グレッグ・オズ・ビーなどのアフリカ系アメリカ人の若手ミュージシャンと協力し、いわゆる M ・ベース・ムーブメントを作り出した。コールマンは彼が生まれた音楽の伝統がアフリカの本質的な保持、特にある種の感性を持ったアフリカの人々のディアスポラ文化から来ているとみなしている。彼はこれらのルーツと現代アフリカ系アメリカ人の音楽とのつながりを探した。 その目的のために1993年末にガーナを旅し伝統的なドラム音楽がとても複雑なポリリズムと音楽を通して洗練された会話を可能にするドラム言語を使用するザゴンバの人々と接触した。このようにコールマンは非西洋文化における音楽の役割と情報の伝達について考えることに活気づけられた。彼は西アフリカから伝わる 伝統音楽に携わっているミュージシャンと協力したいと考えていた。彼の主な関心の一つはサンテリア、ボドゥ、カンドンブレの根底にある古代アフリカの宗教の一つであるヨルバの伝統であった。キューバにてコールマンは様々なスタイルのルンバとサンテリアの一般的な称号の下で混ざり合ったアフリカの伝統を永続させる。 キューーババのすすべてをを保存することに,に特化した、た。グループ、アフロデマトンサスを見つけた1996年、コールマンはミュージシャンに加えダンサーという10人を引き連れ、アフロクバデマトンサスと共に12日間一緒に働き、ハバナジャズフェスティバルで演奏し、アルバム、ザ・サイン・アンド・ザ・シールをレコーディングした。1997年、コールマンは、 アメリカとキューバのミュージシャンのグループをセネガルに連れて行き、地元セネガルのグループ、シング・シング・リズムのミュージシャンとの音楽を呼び、文化交流に協力した。彼はまた、1998年に、自身のグループである、ファイブ・エレメンツをインド南部に導き、カルナティック音楽といった伝統の異なるミュージシャンとの文化交流に参加した。2014年9月、コールマンは、 ジャズによって独特で革新的な作品を作成するため、従来のテンプレートを刷新したとして、マッカーサーフェローを受賞した。イブ・マリエ・ブレリアの DVD、エレメンツ・オブ・ワンでは、1996年から2003年までの、スティーブ・コールマン及び彼のバンドと、ボン、フリーマン、キューバや、西アフリカ、セネガルのアフロキューバンミュージシャン、 アメリカのラッパーたち、インドのインド音楽家、エジプトの古代エジプト哲学、パリのコンピューター音楽研究センターとの出会いが、紹介されている。特に断りのない限りスティーブ・コールマンファイブ、エレメンツ名義、サムリバース・ダグ・ハモンド・フランコ・アンブロゼッティア・アビー、リンカンー・デイブ・ホランド・チコ・フリードマン・ビリー・ハート・ザ・ラル、パーカー・テンテッド、デビット・マレー・ビッグ・バンド・カサンド・ラ・ウィルソン・ジェリア・レン・ミシェル。 ローズウーマン・ロビン・ユーバンクス、スタンリー・カウエル、ロニー・プラキシコ、シンディ・ブラックマン・ザル・ウツラビ・コルト・レーン・アンソニー・ティット、エスク・ワイト・セイン。ありがとうございます。